まればロシア、ステージは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。あ、やっぱ陰金法取ってんな、あんたは。なんて、陰金、遠近法、遠近法。今日は何年、何月何日、タイムスリップ。じゃあ何の日、あ、2019年9月19日、20日わかんないよね、わかんないよね。この日です、この日、これや、今日この日や。あっ、 iPhone やん、これ。今日発売日やねんね。あ、そうなの。そう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 、だからこれでございます。 iPhone11Pro 256GB。 ね、名前やばくない？大丈夫だ。この先さ、これさ、これちょっとな、今回発売された iPhone というのが iPhone11 と 11Pro と 11ProMax、うわ、 11ProMax がひでえな。そうやろ。ミッドナイトグリーン。あー、ごめん、これ無理だわ。私の目ではこれどうしても緑に見えない。目の色によって違うんかな。やーべえ、これ。いやいや、緑やねん、これは。てか、早開けろよ。開けてほしいね、早開けて。ウルトラなんちゃらもう分からへんけど。じゃあ早速開けていきます。気持ちいいね。行くで、じゃあ。トゥルン、トゥルン。開けろ。やめろよ。これが一番気持ちいいね。このギリギリまで行って、この自動でこう閉まっていくっていう。素敵やん。なんか中に何が入ってんのかって、じゃあ何が入ってんのかじゃなくて。iPhone11。行くで。おー。あ、これすごい。マットな感じ、ちょっと気をつけて、これボコンって落ちたらちょっとなんか、これさ、待って、マットな感じってか、まだシールが貼ってあるから。え、何これ、シールじゃないでしょ。今シール貼ってんねん、多分。あれ貼ってんの。そう、貼ってへんで。貼ってへんの、これ。すごい、なんか、え、でもマット、マットめっちゃ、これ、うん、シール貼ってあるんじゃん。いや、だって見て、これピカッとしてるやんか。いや、だからまだシール貼っとんのじゃん、これ。ピカピカしてるけど、もうめっちゃ指紋、ちょっとめっちゃ指紋。やっぱマットの方が指紋がなくていいわね。え、じゃあ取ってみて。え、お、ここ引っ張るとこ、もう落としたらあかんで、これ、ここ、これ値段がな、だいぶちゃうねん。11が9万ぐらいで、で、10S Pro、うん、10、違う違う違う、 iPhone10、11 やっぱインクなってる。11 Pro が13万とかで、MAX になるともっと16万とか、なんかそんな感じやねん。もうとんでもない金額やねんけど、でも11はめっちゃ安い、今までと比べたら。もうだいぶ安い。じゃあちょっと取り出していきましょう。あー、素晴らしいじゃない。これうわ、いいね。なるほど、ね、いいよ、意外とサイズ感ちょっと大きいのと比べると結構コンパクトで。画面どんな感じなの？でも重たいね。重い？重いよ、ちょっと。意外とさ、出っ張りが目立たへんっていうか、うんうん、こう横でパッと見たときに、今までは出っ張ってんなっていう、ほら、出っ張ってんなって、出っ張りんっていう感じやねんけど、こっちはなんか出っ張ってるとはなんか感じひんみたいな。うん、確かにここがね、残ってるって。そう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 、あ、いいかも。アップルインカルフォルニア、こんにちは。で、あとなんかこういう、こういうスタイルのものやね、こういうシリーズのもので、シムピンも開けるこのやつね、うん、じゃ今さ、目に入ったのがでかさ。これ充電器のでかさ、なんでやと思う？なんでこんなでかいの？これな、理由があんねん。ちょっとして、いくで、うん、あ、いや、でかっ。しかもなんか四角じゃないし。そうなの、やっぱこれってさ、あの、充電早くするためとか。そうなの。あと2つ理由があって、1つは前のやつが 5W なんだけど、これがね、もっとね、ワット数の多いやつなのよ。そう、これはもともとちっちゃいのが入った、あれって 5W やねん。
でこれは 18W で、まあ、iPad とかとそう同じように早く充電ができる。そっか、そもそもバッテリーの持ちがだいぶ伸びたっていうのもこれあれやから、バッテリー自体のやっぱ持ちが伸びたっていうこと、バッテリーの、まあ、サイズも大きくなってたりとか、その要は充電にかかる時間も伸びるってわけやから、このワット数が多いのでやったらあの行きやすいよっていうのと、あともう一つ実は線がなついてきてるこのライトニングのケーブル、ここの部分はライトニング、うん、この先っぽの部分ね、このこれ、あ、違うんだ。これはねタイプ C の USB と言います。これ今は世界のメジャーなあ のがもうタイプ C。 まあいいね、ちょっと電源入れてみようか。入れて、イラッとイラッとやいう感じ、だいう感じ、そんな形始まりました。そういう人生ですみたいなって言わへんの、アップル。まあこういう状態でございますよ。ほんでこれがこっちに向けて、おお、あー、こういうことか、2倍になるってことね。でこれがもっともっとこう10倍までいけると、うんうんうん、すごないこの、もう、うん、すごい。だってもうすごく、どんだけこれすごない、うん、あのね写真の方が広角こうやね、写真もうだってここにしちょっと待って、結構面白いかも、このやめろや、広角にして、え、ちょっとえ、これ今もう極限まで近づけてるやんか、うん、極限まで近づけてんねんけど、画面の中入りそうやもん、これキモいキモい、やめろや、やめろや。昔おったよなこういう犬え、俺もこのサイズで撮ってほしい。ちょっと待って、大丈夫、はい、もうこんな近いねんで、え、ほんまこんな近いの？ちょっと横見て。これひどいよ。ねえ、こんな近くてもさ、顔が映ってるっていうのが信じられない。でもペットの犬とか、ペットの犬とかこれでさ、やりたいな。まあ可愛いねペットのやつ。うん。ちょっとだからこの10と一回比べてみようか。このカメラ自体の綺麗さも違うらしいから、なんか明るさとかそういうのも違うらしいから、ちょっとこれを両方のカメラで撮ってみたいと思います。 10S Max です、こちらが。でこっちがなんだ、 11S Pro Max。 じゃあ1倍で撮ります。はい、 1,2,3。じゃあ次倍のカメラで撮ります。え、なんやろう。であとビデオも撮っとこか、一応ビデオも多分ね違うねん。うんたらどっこいりーにゃぱぼいぱっぷりらぽんぴーらアンドロリパピーラ、今ガソリーナ歌ってるでしょ。バラリンビパピーラバララビューラブバブラブーバフルブブ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 11 Pro、うん、10S Max、うん、はい、ポン、どうなんやろ。まあでも11 Pro の方が綺麗かな。ちょっと拡大します。拡大、で超広角、なんか叫んでんで、みんななんか叫んでんで、ほらデモや、デモ。まあまあ、なんかそんなにすごいあの特別に全然違うわっていう感じではない。まあ、でも広角すごない。うん、広角はすごい。ちょっとさ、単体の広角でさ、もう一回ちょっと、うん、この子普通がこれでこれやからな、もう次元が違うねん、この広角の。
トゥルン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 トゥだからそう暗い状態、今この多分カメラに映ってる感じぐらい、うん、割と暗いやんこの部屋。まあ今暗い感じ、ね、結構今暗いね、うん、あのほんまに多分今カメラで映ってるぐらいやと思うんだけど、それを iPhone XS Max と iPhone 11 Pro Max Pro Max です。と、ちょっと比べてみたいと思う。あれちゃんちょっと撮ってみようかな。うん、はい、暗いね。でもiPhone だと結構ちょっとごちゃっとしてるかもしれない。すごいよ。え、何違う？もう昼間みたいに撮れてるもん。あんな、そもそもこの XS Max も昼間っぽいねんけど、あの、あーもう全然違う。てかもうこれ昼撮ったかと思うぐらい、これほんま暗いねんここ。え、全然違う。なんでこんなあれなん。暗いところはすごいわこれ。あー、やっぱこうぼやけてるよねっていうのは。そう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 。で、11が結構ぼやけずに、あのそのもの一つ一つ、すごいわこれは。すごいすごい。あと今気づいたねんけど、うん、インカメラがごっつ広角になってる。うまっ、インカメラが変わってるってこと？そう、ちょっと待ってよ。1、2、3、ポン。見て見て見て、すごない？あ、でもすごいね、全然違う。同じ距離から撮るで、撮るで、うん、すごない？で、ちょっとなんか拡大もできんねん、こうやって。わかる？だから、広角すぎて、広角すぎて、同じ距離でもここまで違うわけやから。インカメラも変わってんねや。しかもめっちゃ綺麗に撮れてるわ。やだ、もうシワとか全部見えてやだね、これまあしょうがないよね。あるよね、人はシワ。こんなもん綺麗すぎて困るわいや、だからカメラはすごい、すごいです、うん、フィロシケーズです。うるせえわこれ今 iPhone やばくない？ちょっとなんかすごい、ね、カメラいらなくなってくるとか。広すぎてもうこれでいいじゃんって。でもちょっとあの今カメラのしかも広角、広角、大丈夫なの？ちょっと肌質とか。広角やから大丈夫。遠い。めっちゃ遠くからある。もうすぐ、全く同じ位置やねんけど、さっきの普通のカメラと。まあそんな感じですわ。音とかも結局これは今 iPhone で撮ってるから、こうどうかな、どう聞こえてるか分からへんけど、ちょっと変わるかもわからん。そう、まあでもなんか楽しかった、開封して。ね、とにかくカメラやった。カメラはもう本当に全面的にもうアピールしてるよね。なんやろ、今までもずっとカメラが良くなった良くなったって言ってたけど、あの感動するレベルではある、確かに。うん、今回まあほんまにカメラはすごい。暗闇で明るく、暗くてももう明るいし、それはもう認めますわ。インカメ、インカメもすごい。認めるの？すごい。でもそれ以外は何も変わってない。何も変わってないです。何も変わってない。まあバッテリーの持ちも良くなってって感じやから、うん、多分な iPhone の10よりも前、8とか、まあ、8と10って一緒の時期やから、うん、まあ、10持ってる人とかでも変えていいかも、11に2年経って。多分性能的には良くなるけど、 10S 持ってる人はいらんかな。あ、そんなに変わらんやん、ね、あとカメラぶっちゃけ、まあ、まあ普通そんなもうプロレベルじゃなくてもいいよっていう人はもう全然11でいいと思う。うん、そうだね。あと11可愛いしね、11。そんなにプロじゃなくてもいい人は普通の11でいいと思う。あ、普通のプロじゃなくても、あの普通のカメラ2つある11の方ね。あー、なるほどね。あ、もしかしてそれ知らんかった？これがプロ、プロで3つカメラがついて、そう11だとカメラ2つやねん。そう、それが知らんかった。こう全部の、いや、違う違う、 iPhone がもう3つのカメラがつくのかなと思ってた。超広角っていうのがついてるのがこっちやねん。でもこの超広角はすごい。
あ、だからもう確かに買い替えるならプロを買い替えてると思うけど、買い替えるときにカメラが欲しい、感動が欲しいって人はもうプロ、うん、で単純にもう前のがガタが来てて、で最新の処理のいい速度でバッテリーもいいのがいいよっていう人はもう11、もうこの2択、それだけ。そうだよね、うん、それでまだね、今の携帯が使えるとしたらあんまり何も変わらんから。そうね、感動は小さいかもしれない。そうだね、まあ、でもデザインも好きよ、意外とダサくなかった。タピオカとか言われてたけど、あ、なんかね、増えていったらってことでしょ。好き好き好き、うん、いや、これからでもカメラどうなっていくかは楽しみ、ね、3つやけど、こう次どうなるか。4つ、いや4つじゃなくて絶対でかくなるんやって。いや5つ6つ1個の子ボン7つ9つ、今回はなんとなんでやね、10個のカメラを搭載。やばいやばい、もういろんなの撮れますみたいな、もうすごいですみたいな。そう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 、まあいいんじゃないでしょうか。っていうかあれだったね、なんかすごい外講義してたね、いっぱいいろいろ。あれ何の講義？わかる、あれかな、崎陽軒のシュウマイ買うなとかそういうのみんなで集まって崎陽軒のシュウマイ食うんじゃないぞって。あ、やばい、私たちが言ったら赤間台やった、これすいません